はい、こんにちは。えー、この、バフを追加しないって、何もバフを追加しないの、難しいですよね。というわけで、今回は、えー、バフを追加しないチーム構成を考えてみました。はい、行きまーす。とりあえず、挑戦をベラで止められたらいいなーと。 えーでは、ブラックナイトにスキル発動されてもいいですね。えー、それよりも、それよりも、紫マナーを貯めることを考えましょうか。えー、いい具合に、いい具合に、紫マナー貯まりましてー。 えそれではベラでミニオンの壁を張りどうしましょうかでは朝鮮に朝鮮に2までたまったお肉を当ててで持って朝鮮に玉を当てたい気もしますがえー ブラックナイトにわざとマナーめさせましょうかこの、えー、オニクスが効いてる間にブラックナイトにマナーめさせましょうか偶然の連鎖がさっきからおいしいな。 えこのバフをつけない作戦は、えー、フィンディ相手にもいいですよね。えー、それではそれではとりあえずサンタクロース使いまして。で持って、えー、ガーネット使いまして。で持って。 で,ではクノルフォットも使っちゃいまして、えー、さらにベラでミニオンの壁を張りブラックナイトこれで倒せるかな今回はなんか偶然の連鎖がずっと。 はい、こ,えー、こちらはバフをつけていないですでは、えー、2までたまった、えー、オニクスを、えー、ここに当てましてで持ってではここ行きましょうかで持ってではフィンディが帰ってくるの待ちまして はい、えー、今回は相手を見てバフを使わない作戦を取ってみました。はい、ありがとうございました。